1989年のオリックス・ブレーブスでは、1989年のオリックス・ブレーブスにおける動向をまとめる。この年のオリックス・ブレーブスは、阪急から引き続き監督を務めた、上田理事監督体制の2回目、9年目のシーズンである。阪急電鉄の9回撤退を受けて、オリックスが親会社となったこの年、 チームは1972年から使用のユニフォームを17年ぶりに一新。ホーム用、ビジター用ともに、半球末期の赤と黒に変わって、青と黄色をメインとした、爽やかなユニフォームとなり、ホーム用の、ブレーブスロゴは赤と黒から、青と黄色に変わり、ビジター用は、半球に変えて、オリックスロゴが採用され、上着の色もスカイブルーから青に変更するなど、 イメージチェンジが図られた。戦力では、前年本塁打と打点の二冠王に輝いた角田博光が、南海から加入した打線は、ブルーサンダー打線と呼ばれ、ブーマーウェルズが開幕から5試合連続で、本塁打を放つなど序盤から威力を発揮、チームは開幕8連勝とスタートダッシュに成功し、6月終了時点で2位、近鉄に8.5ゲーム差をつけ独走状態となった。 しかし7月に入ると、ベテラン中心の投手陣に疲れが見え始め徐々に失速し、8月12日にはついに首位から陥落する。9月に持ち直し、10月5日には首位に帰り咲くが、残りの試合で再開、ロッテ相手に3勝3敗と勝ち星を伸ばせず、最終的にわずか1輪差で優勝を逃した。それでも2年ぶりに優勝戦線に参戦し、 翌年に期待を持たせる一年となった。ありがとうございます。